どうもバンです。鋭意制作中のですね、こちらにある世界最弱ラジコン戦艦、これのですね防水シール加工、これについてね今日は解説していきます。まずですね、こちらが船体です、ね、こっちが船体ね。でこちらはベニヤ板でできてるんですけども、でベニヤ板はですね積層になってまして、10ミリ厚のベニヤ板がですね、まあ、こんな風に何枚かこうあってでできてるわけですね。で、かつてですねここからよく水漏れしてました。でこれを防ぐために、まあ、こういうことですね、ここをシリコンで覆ったわけですよ。この部分ですね。で、ちょっとハムスターのムイちゃんがね盛大に走り始めましたけども気にしないでください。で、その次にですね、ゴムシートを設けました。でゴムシートとこの上のね、甲板というか上の蓋ですね、この上の蓋、まあ、ここの部分に、両面テープでゴムシートをつけてるわけですね。ちょうどこの部分ですね、黒いのが筋になって見えてると思います。ですけれども、より完璧な、密着を施すためにですね、ここがシリコン、ここの部分シリコンね、でさらの上にシリコンの、さらなるシール剤をね、塗布いたしました。それ前回の動画でね、お見せした通りなんですけれども、さて今日はこれでこれをバカッとね上の蓋を外すんですけれども、まあ、願わくば、ここですね、ここで分かれていただく必要があるんですよ。なんですけれどもよくよく考えたらですね、ここもシリコンね、ここもシリコンなんで、なんですけれどもこっち側のシリコン、こっち側のシリコンはすでにもう硬化してるんですよ。でその硬化しているシリコンの上にさらに、シリコンを設けて、果たしてこれ同士がくっついてくれるのかどうか、ね、これがちょっと今更ながらなんですけど課題だなと思って、まあ、下手したらここでも分かれてしまうんじゃないかなというふうな、まあ結局元の木網のようなね、ことになるんじゃないかなっていう懸念がね、まああるわけですね。今からもうこれね、24時間以上経ちましたんで、バカって剥がすんで結果が出ます。で、もう本来ならばね、このシリコン、この部分のシールをしていた時に、もうね、ゴムシートでギュッてやっちゃえばよかったんですよ。なんですけれども、ここの部分ね、この部分を縫った時にはですね、縫った時にはですね、特にこの面ね、ここの面が均一じゃないんですよ。ヘラで縫っただけなんでね。ヘラで縫っただけっていうことは当然デコボコがありますよね。まあでもシリコンなんで、ある程度柔軟性があるんで、このゴムとシリコンの密着度合いまあまあいいかなと思ったんですけれども、一応ね、浸水はね、なかったです。なしです。なしなんですけれども、まあ、この中には大事な電子部品がいっぱいあるんで、完璧を期したいということで、今回、さらに、こう、シリコンの上にシリコンを塗って、でゴムシートで、まあ、しかもネジ止めしてですね、で、硬化させました。さて、これが、ここで分かれてくれるのか、ここで分かれてくれるのか、そうか、デロデロになってるのか、はたまた、このね、まあ、接着が下手だったんでね、この持ったシリコンがですね、ぐにゃってこっちの方に、まあ、飛び出てきたりとかしてですね、さらにこっちの方にベチャーとか、こっちの方にベチャーとかになってる可能性もあるんでね、一応ね、外側には出てないですね。ちょっと白いのが見えてますけども、このくらいはなんとか、後でなんとかなるでしょう。というか、まあ、もう、
この世界最弱ラジコン戦艦は見てくれはもうどうでもいいんですよ。できるかどうかが問題なんでね。で、まあ、こういうベチャーとかっていう可能性が中で起こってる可能性もあるんですけども、まあ、とにかく、多少の出っ張りだったらまあカッターで切ればいいんですけどもね。なんですけどもここがもう こっちの方に接着してたりとかしたらもうそもそも上の蓋がね外れないっていうまあ可能性もあるんで、さてこれがどうなるか、どうなるか、むいちゃんどうなるでしょうかね、むいちゃんね、相変わらず盛大に走ってますよね。さてどうなるかね、とりあえずね、今から剥がしていきます。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたらね、蓋開けていきます。まずはネジ外します。まあ、なとこかな。それでは開けていきます。さあ開いてくれ。さあどうだ、硬いマジか。ちょっと硬いんでマイナスドライバーでちょっとブイってやってみます。マジか、硬いぞ。これがまさかまだかかってるとかはないよね。ないですね。よし、ちょっと浮いてきたぞ。浮いてきたけどこれ結構やばい、やばくね。あのね、両面テープの方をもう剥がした方が良さそうですね、これ。で、ゴムだけちょっと、ゴムだけね、ちょっと別で剥がしますわ。ちょっとその作戦でいきます。ちょっと両面テープをちょっとまず剥がします。これは弱った。あ、ゴムとシリコンのところで分かれそうですね。ヒノキがバキッていきそうやな。よし、いけた。あ、ここ両面テープじゃなくて、G17 ボンドでした。そういえばちょっと間違えてました。あ、ここが木とシリコンがちょっと密着してますね。ちょっとここカッター使います。よし、取れた取れた取れましたけど、いろいろ課題がありますね。まず木とゴムシートの接着は両面テープじゃなくて G17 小西のボンドでした。で、それはちょっと勘違いでしたね。で、やっぱりね、シリコンがこっちの方に飛び出してて、このこっちの方のシリコンと密着してる箇所があったんで、それはカッターナイフで、除去いたしました。あとなぜか、この部分のゴムシートが外れませんでした。
まあ、このぐらいだったらね、なんとか、この密着の部分を、保存しつつで、またもう一回接着ということがねできると思います。ちょっとあの細かい作業をやっていきますけれども、ちょっと一旦カットさせていただきます。一旦カット。はい、どうもです。やっぱりねシリコンとゴムはねあんまくっつかないですね。こんな風にしてピロピロピロっと、ああでもちょっとくっついちゃってるな、なんでや、ちょっとなんとかします。一旦カット。はい、どうもです。そうしましたらね、剥がれた、ゴムシートを G17、ボンドで接着していきます。でもう一枚ここにあったやつが当たった。であとは何箇所かちょっと剥がれてしまったところがあるんで、それを補修します。でまたしてもこの状態でギュッてやります。この接着を兼ねて、もう一回やります。あとはね、ネジ止めしていきます。というわけで、まだ乾くのを待たないといけないですけど、とりあえずこれでね防水はまあそこそこ大丈夫なんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、また取れなかったりして、はい、というわけでね、本日の作業はこれまでなんですけれども、ちょっとの最初の説明がね間違ってるところあるんで、ちょっともう一度おさらいします。一旦カット。はい、どうもです。とりあえずね間違いです。これ両面テープじゃないです。 G17 ボンドです。ここ G17 ボンドでした。訂正いたします。両面テープではないです。で、本当ねいろんな気づきがあって、やっぱり、シリコンを盛りすぎて、こちらの方に、もうちょっと正確に言うとね、ここの部分にシリコンを、この部分にシリコンを持ってるんですよ。ここはシリコンです。で、ここに持ったシリコンね、このシリコンのさらに上の部分なんですけども、ここに持ったシリコンがむにゅってはみ出てね、一箇所ちょっとここに、密着してくっついちゃってたんですよね。まあ、だから、そもそもこんな、手際の悪いことはダメですよね。で、そもそも最初からね、この線質をシリコンでシーリングって言って防水加工した時にゴムシートで最初からね、ここに、サラネジのネジがあるんですけども、でこう貫通してね、ネジがこうあるわけじゃないですか。でこれでギュッてやるわけですね。でそもそもこのこことここにシリコンが2つあることはあんま良くないですね。最初からもう、シリコンのこの線質を作った時にこのゴムシートでね、ギュッてやればよかったと。あとそれからこの上のね甲板の部分に、一番最初にね甲板の裏にシリコンを全部全面にやったんですけど、これも無駄でしたね。これもういらない。これヒノキ材なんでちょっとは浸水するかと思うんですけど、まあ大丈夫でしょう。どうなんだろうな。木だけで見たら浸水はね多分しないと思うんですよ。やっぱり完全にね、
なんていうんですかね、防水したいっていうんだったらここもシリコンの方がいいかと思うんですけど、いやそれでもねやっぱりの木材ってそもそも木は水をねそんな通さないと思うんですね。まあまあでもとりあえずここもシリコンシーリングしてたんですけども、それも最初分からずにですねここまでシリコンがあったんですよ最初。でもそれをグラインダーで剥離したりとかねそういう作業も必要でしたし、それも無駄だから結局ね、まとめますと、もしもう一度やり直すんだったら繊維質のシールをする、ゴムシートをつける G17 ボンドで木と、デッキを貼り付ける、それで、ネジ止めする、もうそれで十分ですということがね分かりました。で、シリコンとシリコンはね、これここはねの強力にくっついてくれました。ペロンっていうことはなかったです。で結局ね、シリコンとゴムのね相性が非常にね接着性が悪い、ここを利用して結局ここでねここでパキッと、分かれますね。だから、一応剥離できました。で、水の浸水もシリコンとゴムだったらね、まあ多少歪曲した面もねギュッて接着できてるでしょうし、まあ大丈夫でしょう。あとまあ転覆はね想定してないんでね、転覆したら多分航行不能になってもうちょっと具合悪いですね。水かぶりはねやっぱりあろうかと思うんで、それの対策ということぐらいですね。あとは、やっぱりねアンテナとサーボをね外に出した、これもねなんかねもう一つですね、やっぱりサーボはね船室の中に入れたかったですねほんまはね。まあでもそうするとサーボのねアームを、外に出してっていうね、そういう防水の問題が出てきたりとかね、可動部があってなおかつ防水しなければならないっていうね、結構また次のステップが必要なね、作業になるんで、これはまた、おいおいっていうか技術、僕のねスキルが進歩してからやろうかなというふうに思います。まあ、とにかく、リード線だけでね、とりあえず外に出してという形です。まあ、こんなことする人あんまいないと思うんですけどね、一応あとサーボのところにねグルーガンで、防水をしてみました。まあ、これも気休めかもしれないですけどね。はい、というわけであとはねアンプが来たら、航行できるんじゃないかなというところまで来ました。とりあえずね本日はこの辺りで失礼いたしますけども、次回はねおそらくいよいよアンプを搭載して、航行直前まで行くところのね動画が撮れると思います。本日の動画は以上です。ではまたバイバイ。